ということで、今日は、アブリル・ラビーンの、Keep Holding On という曲ですね。これ、2、3年前にヒットした曲ですけど、去年あたりで、アメリカのドラマになってるんです。ドラマになっている、グリーという、グリークラブのグリーですけど、高校生のグリークラブ、はちゃめちゃなグリークラブの立ち上げからっていうドラマがあるんですけど、それでの、まあ一つの番組で大体3曲か4曲ぐらい歌ってるんですけど、まあ、それの一つとして選ばれた曲ですね。コードとしては非常に簡単で、いや、オリジナルキーが G になってるので、まあ、女の子なんで3つぐらい上げれば。で前にアンジェラ・アキの輝く人でやった奏法と同じで、小指と薬指で3フレットをずっと押さえ続けるというので、コードをチェンジしていく。イントロが G、G、D、E マイナー。この響きですね。で、なんとこの曲は8割方これで通せます。こういうのが本当は最初にやるような曲なんでしょうけど、なのでイントロが G、 D、 E マイナー、 C なので、これの動詞なので、 A メロと、コーラスの部分っていうのはコード同じなんですけど、メロディーが違うって、それだけのことなので、ギターとしては全く同じのところにして、でブリッジだけが若干違うと。でブリッジもそんなに難しいんです。言えばね、なので、とにかくここにこの1弦と2弦の3フレットをずっと押さえ続けると、このちょっと、まあ、あんまり強い指じゃないところをずっときつく押さえるので、まあ、痛いんですけど、頑張ってやってください。G。コーラスの部分もコードが同じなんですけど、歌メロディーが違います。ブリッジのところですね。その後ブリッジです。1番やって2番やってブリッジ。なのでイントロ1番2番まではずっとさっきの4つのコードを、押さえ続けるということです。で、ここのブリッジのところだけがコードが違う。Am I not? C。Am
なのでブリッジのとこやると僕がコーラスをやってコーラスの、もう一回やって終わりという感じになります。なので作りとしては非常に簡単な曲ですね。なので最初からやると。という感じになります。難しいとこは全然ないですね。ソーニアではアビリ・ラビーの曲っていうのは
コードで言うとパターンが A しかないってブリッジが入って A っていうのが多いんですね。メロディーだけがチェンジしてコードが変わらないっていうのがすごく多いので、アビラビーの曲とかは非常に編集曲としてはいいかもわかんないですね。ただボーカルがちゃんとしてないと当然ですけど、英語の発音がチャチーととてもつまらない曲になると思うので、難しいんですけど、同じようにコードが変わらないでメロディーだけ変わってるっていう日本語の曲ですね。スーパーフライも似たようなことやるのかと思ったら全然やってないんで、なかなかいないですね。バンドとして下手くそな場合がこうボーカルで持たそうとする場合はこういう A メロと B メロがメロディーだけ違うくてコードが同じっていうパターンもあるんですけど、日本だとあんま最近ないですね。なんでちょっと探してみますけど、比較的中島みゆきとかはそれに近いと思うんですけど、中島みゆきはまた歌が独特なんで普通の人が歌うまあいろいろと事情はあるでしょうが、ギターのコードっていうのはたくさんの曲をこうマスターする間にだんだんに自然にこう抑えられるようになったりとかするもんなんで、まあ、いろんな曲をやってみればいいと思います。ということで、あっという間に終わってしまいましたけど、第55回はアブリ・ラビン Keep Holding On という、まあ、2、3年前にヒットした曲ですけど、テレビアメリカのドラマのグリーというやつでコーラス曲として高校生がやった曲なんで、ちょっといい感じに出来上がってたのでやってみました。それでは練習しろ。